皆さんおはようございます。米国発のスポットビットコイン ETF が市場前取引を開始した後に2桁の利益を記録したようです。ブラックロックのアイシェアーズトラストは 22.5% 上昇し、グレイスケールの ETF は市場前の取引で 2% 上昇しました。ブルームバーグのシニア ETF アナリストエリック・バルチナス氏は、市場前で200万ドル相当の大量の株の取引が発生したとポストしました。同氏は、平均的な ETF にとってこのような大量の出来高は最初の丸1日としては素晴らしいだろうが、この最初の出来高はブラックロック主導である可能性があるとも警告した。日本でいうところのお祝儀相場かもしれませんが、それでも 22.5% の上昇はすごいですね。現物のビットコインとの価格差をどう埋めるのかは不明です。おいおい、ビットコインのスポット ETF が成功したことで、リップル XRP のスポット ETF の話題も熱を帯びてきています。フォックスビジネスのジャーナリストが業界関係者の意見をブル派とベア派に分けてまとめていたので簡潔に紹介します。強気派の意見としては、強気派は XRP は裁判所から何らかの規制の明確化を受けた唯一のデジタル資産であると主張していること、その結果主要な取引所で XRP が再上場したこと、そして最近ではグレイスケールのデジタルファンドに XRP が再上場したことで、リップル XRP が将来のファンドに組み入れられるというポジティブなサインであるとしている。次に弱気派の意見としては、ゲイリー・ゲンスラーのビットコイン以外のデジタル資産に対する明らかな侮蔑は、 XRP やおそらく ETH のような ETF は暗号規制に関する議会の介入や政権交代、デジタル資産に対してより有効的な政権がなければ難しいと言っています。またゲンスラーがビットコインのスポット ETF だけを承認することで、 SEC 的にはビットコインとその他の暗号との区別が強固に移るとの見方もあるようです。どちらにしてもやっぱりゲイリー・ゲンスラー次第ということになりそうですね。ただしゲンスラー氏にも大きな壁になる可能性がある存在もあります。それはブラックロックです。今回世界最大の資産運用会社ブラックロックは、米国でスポットビットコイン ETF を提供するために必要な承認を米国証券取引委員会 SEC から取得することに成功しました。なんとブラックロックはこれまでに575回の承認と1回の ETF 却下の歴史を持ち、今回のスポット BTC 承認で576対1の成績を残しました。つまり ETF 申請の承認確率がほぼ 100% です。なので仮にブラックロックがリップル XRP のスポット ETF を申請しただけでも相当なポジティブファンダになるかもしれません。リップル XRP は過去の7日間のパフォーマンスでとうとうビットコインのパフォーマンスに追いつきました。ブラックロックがリップル XRP のスポット ETF を申請しただけでも相当なポジティブファンダを紹介しました。少しでも参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回お会いしましょう。バイバイ。